フェアリーが10歳の時に子供2人を殺害したという。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。都市伝説のコーナー、いやいやいや、久しぶりですね。はい、だいぶですね、だいぶ久々ですよね。本日も都市伝説のスペアリストザバさん、よろしくお願いします。全然言えてないんです。誰も今日もとんでもないお話を持ってきてくれたということで、そうですね、今日はちょっと事件系ですね。おお、大好き大好き、出ました。解決しましょう。解決はしないよね。解決したら警察がいらないから。すいません。メアリーベル事件というね、事件でございます。メアリー知ってる人いないか。全然知らない。メアリーっていう女の子がいたわけ。はい、うん、このメアリーが10歳の時に子供2人を殺害したという。10歳の時に子供やん。10歳だって小学4年生ぐらい。小学校4年生。やばいよ。日本覚えてないもん、10歳で。覚えてない、覚えてない。どうやって生きてたの。そもそもね、はい、アメリカで起きた話なんだけど、うん、この子のね、親がまずね、結構ヤバかった。親がヤバい。イカレパンチなんだね、もう。そうだ、メアリーママ。そう、メアリーママ。メアリーママがヤバかったわけ。メアリーパパを。メアリーパパはもういらんことを挟むから。メアリーママの話をしてるから。17歳の時に産んだわけですよ、母親がね、メアリーをね。産んだ瞬間に、もともと結構ドラッグとかやってて、あーやばいね。そうそう、結構やばい感じで、生まれた瞬間に早くこの子どっか行ってってもう叫んだんですよ。もういか、もうやられちゃってんだもん。そうそう、もう結構多分頭とかやられちゃってる感じで、もう生まれる前から結構やばい感じで、お腹にいる状態で何回かピルを飲んだりとか。あー、やっちゃいけない。そう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 、生まれてからこの子を誰かもらってくれないかずっと探してたのよ。もう放棄してたね。かわいそうだ。そう結局5歳になっても一人手が見つからないから、早く男を作らせようとして、うんうん、そういう性行為を進めてたっていう。5歳です。え、あの5歳5歳5歳やばっ。そんな感じで、まあ、やばい環境で育ってきたメアリーなんだけど、はい、1件目の事件っていうのが逃げやかも。花金みたいな。子供と遊んでたんだ、マーティンっていう子供と。で、まあ普通に遊んでて、空き家行ってこっちだよみたいな感じで、まあ遊んでいましたと。そしたら急にマーティンの首を絞めてもうやってしまったっていう。わけわかんないもんね。いきなり何どうしたの。何がそう、もう衝動的にですよね。へぇ、後々に喋るね、エピソードとかからね、もうサイコパスが完全ににじみ出てるから。ガチやばい。多分だからこの時からもうね、だから行動とかもう普通の考えじゃないというか。うん、で、近くにね、薬の瓶があったから、警察がこれ発見した時にマーティンが間違えて、まあ、4歳ってこともあって間違えて薬とかを飲んじゃって、そういう事故で亡くなったんだなって思われた。で、このマーティンのこの事件が起きてから数週間後に、あるね、託児所がめちゃめちゃ荒らされたと。その託児所を片付けてたら、あるメモが残されていたと。そのメモをちょっとね、みんなに見ていただきたい。おー、見た見た見た。やばいやばい。そのメモがこちらでございます。はい、この英語で書いてありますけど、これ日本語で、私だからまた来るって言っております。メモ汚っ。寒気するわ。そう、このメモの感じがちょっとやばいよね。うん、クソったれ、私たち気をつけろ、みっともないウジ虫。やばい。5歳でこのマインドはやばい。マインドとかやめろ。ほら、もう言っちゃってるんですよね。そう、私たちがマーティン・ブラロークソったれゲス野郎。なんで。まあでもさすがにね、うん、警察一応これ見たけど、マジでこれやってるなんて思わないわけよ、やっぱり。おふざけ程度だから、ね。そうそうそう。だから、マークとかはしないわけですよ。まだ、あ、無視されて、うん。そうそうそう、無視気味です。うん、はい。ただ2件目の事件が起きてしまって、うん、っていう感じになっちゃいます。おぉ。数週間後に2つ2回目の事件が起きちゃうわけなんですよ。2件目のね。2件目じゃないんだよ。初めてだって。今度3歳の子供を殺害してしまいます。これもまたね、だいぶイカれてて、遺体がそのコンクリートに横たわっていたわけなんだけど、うん、髪とかも結構抜かれてて、うん、で、鼻によくわかんない傷とかもあって、一番そのヤバいのが男の象徴、これが
カットされていたって、ことなんですよね。3歳の大人の少女はこれなの。そう、大人の少女はこれ。まあそこはいいじゃん。まあだからだいぶサイコパスなんですよ、要は。この2つの事件がまあ、起きたわけなんだけども、なんと1人でやったわけではなかったんですよね。協力者みたいな人がいたと。その協力者というのがノーマ。ただノーマは結構ヤバいんだけど、これやっちゃう時点で、途中、やばいけど、まあまあまあ、ね、途中でちょっとメアリー大丈夫かなこれみたいな、普段ついてない正常なパターンか。そうで、メアリーは大丈夫だよ、余裕だよっつって、もう結構やっちゃうやつだな。やっちゃうやつがね。そうまあその警察がまあ事情聴取をしたわけですわ、ついに。まあもうそれをしてる時にメアリーがね、警察しか知ってない情報を喋ったわけですよ。喋っちゃったわけね。そうなるほどね。ここで口を滑らせたことによって、犯人メアリーやってなって逮捕されてしまったわけです。なるほどね。10歳だね。で、まあ法廷で話し合うことになりまして、もうひどいんすよ、ほんとに。法廷で話し合うじゃん、うんうん、この惨劇を全部協力したノーマになすりつけてしまったっていう。託児所のさ、襲撃とかあったでしょ、あの、めちゃめちゃになってたみたいな、これの主犯もこの2人だからね。2人でやったんだ。そうさらにヤバいエピソードがありまして、最初の事件のあの、マーティンいたでしょ、マーティンのお母さんに、マーティンがいなくなって寂しいみたいなことをもうニヤニヤしながら、やばいね、ひどいな、マーティー亡くなっちゃったね、寒気する、悲しいですかみたいなことをずっとニヤニヤして、やばい、思考変えるんですよ。さらにマーティーに会わせてよとか言うわけ。えマーティーのお母さんも、マーティーは死んでしまったのよって言うんだけど、知ってるわっていう、知った上で私はそれを頼んでるんだけど、意味が普通にやばいね。だから反省型サイコパスみたいな、棺の中にいるマーティンに合わせてる。うわ、すごい、すごい、すごい。で、まあこうしてメアリーは拘置所に移動することになりました。この拘置所でもサイコパスエピソードがありまして、婦人警官に尋ねるわけですよ。裁判官が懲役30年を私に課すと思う？もし私が裁判官だったら、私のことを懲役1年半にしておくわ、みたいな。殺人はそんなに悪いことじゃないのよ、人間はいつかはするものだから。いやマインドがすごいな。マインドというか、マインドがすごいで、まあその1980年にこのメアリー22歳になりました、22歳になった時に釈放されました。いやもうそれバリバリじゃん。でその後に1984年ですよね、4年後に子供を産むんですよ。メアリーは、そうまあその言葉がまっとうかどうかはよくわからないんだけど、このようなサイコパスな人間になってしまったいきさつっていうのは、結局環境のせいと言わざるを得ないというか、メアリーだってもうまずヤバかったから最初が、だからこのように愛情が注がれなかったら、メアリーのような子供が生まれてしまうのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。という、いやいいパパになろう。いいパパになりました。10歳だからね。10歳だと多分殺害とかそういう多分言葉すら多分俺分からないと思う。いいよね。まあそうだよね。なんか一番死とかが怖い。そうだよね。何も考えずに遊戯をやってたわ。そんなもんだよ。あんまり考えずに遊戯やってるやつもいれば、日本語もすら分かってないやつ。授業中普通に大声で叫んでた。ガチだから。まあ愛情がないとね、ダメってことですよ。そうですよ、そうですね。愛が全てですもん。人間はね、愛があってこその人間みたいなとこありますね。愛がなくてこうなったんですね。愛あるわ、親からはあるわ。愛といえばですよ、僕雑雑いつもなんか司会しかしてないじゃないですか。僕言う機会ないじゃないですか。愛を一切あげないで赤ちゃんを育てる実験があったんですよ。言葉とかを何も教えないで育てたら、子供はどうなっていくのかっていう、もう恐怖の実験があって、愛はもうあげないわけじゃないですか。ミルクしかあげないみたいな、目も合わせちゃいけないみたいな感じなんで、話しかけてもいけない。そういう実験をして、育ってどうなるのかっていうのを見ようとしたんだけど、50人中50人の赤ちゃんが途中で死んだらしいですよ。赤ちゃんは愛がないと生きていけないらしいんです。うわー、じゃあやっぱ間違ってるんだよ。だからそこ欠落してて、このような人が生まれたのかもしれません。あー、しっかり。
俺以上にシックルするのやめて。